ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。海賊王に私はなる。どうしたんだ霊夢。私も海を股にかけて一つなぎの大秘宝を探しに行きたい。漫画の影響を受けたな。でもさすがにそんなことがないのは私でもわかる。昔はあったのかな。海賊時代じゃないが、大航海時代の幕開けとも言われる15世紀の半ば頃には、そんな壮大な夢に胸を膨らませた熱気あふれる若者たちがたくさんいたんだ。釣った魚を食べながら新たな島を目指す。めっちゃ楽しそう。楽しいことばかりじゃなかったようだぞ。そもそも昔の船乗りは魚を食べなかったとよく言われているぜ。なんて？よし、じゃあ今回は大航海時代の幕開けとその時代の船乗りの生活、船乗りが魚を食べなかったのは本当なのかについて解説していくぜ。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってね。今は検索すれば世界のどこの情報でもわかるってすごいよね。ほとんど現地に到着した気分にもなれるものな。なんなら、地球の裏側にも割と早く行けるぜ。日本の反対に行くのにどれくらい時間かかるの？そもそも反対側ってどこの国？日本の反対は、大半が南アフリカ沖の大西洋上なんだ。よくブラジルだと言われているが、それは沖縄県くらいだな。沖縄の那覇市の反対側はブラジル南西部にあるパトブランコという町だぜ。そのブラジルには、約30時間のフライトで行けるんだ。今は飛行機があるもんね。空を飛ぶのもすごいけど、最初に国から国へ行けるような船を作ったのもすごいよ。いつ作られたの？当時は何事も地理的条件によって左右されたと思っていい世界だったんだ。古代の人々が星を眺めたりした知識に基づいて羅針盤が発明され、風の力で大海原を自由に往来できる大型の帆船、イベリア船が本格的に開発されたのは、15世紀に入ってからなんだ。なんでイベリア船っていうの？この地球を二分割して、それぞれ俺たちで統治支配しようじゃないか。そんなことを本気で思って手を組んだ国があったのが、ヨーロッパ最西部にあるイベリア半島、だったからなんだ。大航海時代の始まりだな。ちなみにスペインとポルトガルだぜ。その船で大航海、大冒険夢と希望が溢れる。大航海時代と聞くとそう思うが、実際にはアフリカ、ユーラシア、南北アメリカ、それぞれの地域で先住民を虐殺して占領、そして植民地支配し続ける一大交通手段だったんだ。その出港と寄港の拠点である半島の地名にちなんで、現代の考古学者たちがイベリア船と呼んだんだぜ。こんな簡単にロマンが壊れることある？もう少し具体的に言うと、15世紀に入って両国が開発した大型帆船はキャラベル船と呼ばれ、これを16世紀初期の頃に改良、開発された新型の大型帆船はナウ船、それを購入したイギリスではキャラック船、そして、この頃に最も巨大だった、大型帆船は、ガレオン船と呼ばれていたぜ。要するにイベリア船とは、大航海時代に、両国で開発された各種大型帆船の総称なんだ。夢はなくなったけど、そんな色々な国で使われるような船を作ったスペインと、ポルトガルはすごいね。新型帆船を開発、建造するには莫大な費用がかかるんだ。そして完成しても、新たな航路を、発見しつつ航海するにも、また莫大な費用がいる。これを賄うには国の権力を一点集中させる。つまり中央集権国家であることが最も効果的で近道だったんだ。こうした最短条件をヨーロッパでいち早く成立させることができたのが、その当時のスペインとポルトガルだったんだぜ。さらに両国にとってラッキーだったのが、この当時には最新の技術である羅針盤を、イスラム勢力が仲介するような形で伝えられたことだな。これによって航海技術も飛躍的に発展し、大海原へと進出する条件が整ったから、両国は競い合って大航海へと乗り出していけたんだ。そういえばよく聞く羅針盤がどういうものなのかよくわからないんだけど、航海などに際して、方角を知るための装置、コンパスのようなものだな。周囲を見渡しても何もない海で方角がわかるのは、何より大事だったと思うぜ。遭難したらアウトだしな。そうなんだ。だがそれでも、遭難だけに。そうなんだ。だがそれでも、この頃の航海では遭難や難破が相次いだし、海賊などの襲撃だけじゃなく、船乗りの反乱や内部抗争も当たり前だったぜ。いろいろ危険だったんだね。さらに食料事情や、船内の不衛生による病気、感染病の発症も珍しくはなかったから、無事に寄港する乗組員の生還率は、およそ20未満だったそうだぜ。少なすぎない？そこまでしてなんでやるんだろ。これほどの危険と困難であっても航海が成功すれば、いわゆる植民地化も含めて、莫大な利益が生まれるからなんだ。新航路を確立して早い者勝ち。これが大航海時代であり、植民地政策なわけだな。ヨーロッパ中でいわゆる一大ムーブだったぜ。危険な航海はワクワクするけど、植民地政策って聞くとちょっと、ってなる？
そこでスペインとポルトガルが協力してたんだね。最初から仲が良かったわけじゃないぜ。新航路開拓競争の中で、武力抗争も勃発してたんだ。そこで両国王が話し合い、時のローマ教皇の仲介で1494年に、トルデシアス条約が締結されたんだ。これが、両国で地球を二分割統治するという条約だな。この当時の両国が、どれほどの勢力を持っていたかがよくわかるぜ。世界を二つの国が征服するなんて、今では考えられないね。大航海時代の話はここまでにしておいて、今度は船が出航するまでの準備についてだ。船があったら、人を集めるだけじゃないの？それが結構手間がかかるんだ。まず船を出す国の王室内で、その目的に準じた船団の規模や日程、そして予算など、航海計画が作られる。そしてその責任者、すなわちキャプテン、船長とも言うな。それが船底、任命されるんだ。王室内で決めるくらい重要だったんだ。受け負ったキャプテンは、これまでの経験から信頼できる航海士や、事務方と船医を招集し、いわゆる幹部チームを編成するんだ。そして国の計画に従って安全な航海が望めるかを実経験に基づいてチームで検証し、そして必要に応じて修正案を王室に提出、そしてその後出航までの実務をあれこれこなしていくんだぜ。他の人や荷物もいるもんね。その後、国が所有する大型帆船のうち計画に適した船を選定して、乗り組む船乗り、クルーたちを募集するんだ。全員船長とかが集めるのかと思ってたよ。何人くらい乗るの？船の全長とか排水量、また船団の規模によって募集人数は違うぜ。16世紀初頭頃までのごく一般的な船団だと80トン級が2隻、キャプテンが乗る帆船なら180トンほどだから、大雑把に合算して100人前後だな。すでに遠距離航海の経験豊富で高名な船長ならすぐに集まったが、評判の良くない船長は結構苦労したと聞くぜ。帰ってこれるの2割もいないんだもんね。評判の良い船長のところに行きたいよ。それはキャプテンや航海士サイドも同じで、一度でも航海経験のある、若くて健康な船乗りを優遇したぜ。一癖やった癖ありそうな年配でも、経験豊富な船乗りはむしろ貴重だったんだ。霊夢も言ったように一度の航海における生存率は 20% 未満だから、船長もそんな土壇場を何度もくぐり抜けてきた筋金入りの船乗りを選びたいわけだ。人を選んだらどうするの？キャプテンと航海士は、雇った船員を使って船の点検、整備、補修だな。事務方は、船医の指示や要望に応じて医療用品、医薬品などの調達と、何より出航費に合わせて、腐りやすい飲料水の代わりにワインやビールなど、アルコール飲料と食料の調達に時間を割くんだ。腐りにくく日持ちするものから調達して積み込み、腐りやすい野菜や、肉、魚などは次の寄港地に着くまでの必要分だけを算出しておき、出航にギリギリ間に合うよう調達し、できるだけ新鮮なものを積み込むんだぜ。食料だけでもそんなに考えられてやってたんだ。当時は、生鮮食料品を長期保存する冷凍庫どころか冷蔵庫さえなかったからな。密室とまでは言わないものの、陸地からは遠く隔離された船内で腐ったものや、傷んだものを食べて病人が出たら、もちろん現在のような医療、治療などないし、それこそ一石丸ごと致命的なパニック状態に陥るんだ。それは気を使うね。そしてついに出航だぜ。ついに海に出る、晴れ渡る青い空、そよぐ風、気持ちがいい天気の下、大海原をクルージング、だなんて最初は思ってたけど、今まで聞いてて、そんな甘い世界じゃないことは分かったよ。乗り込んだ船乗りたちにとっては、生きて帰ってこれるかどうかという、まさに命がけの航海だからな。どんな危険があったの？まずは天気だぜ。もちろん気象衛星など飛んでいないから、天気予報は見上げる空と雲、吹き渡る風の方向、速さや湿気などを感じるキャプテンや、航海士の五感に頼って任せるほかなく、彼らがこれまでの体験と知識による、分析と予測を信じきって従うしかないんだ。経験豊富なクルーも雇うんだよね。反対意見も出てきそう。その場合反乱、もしくは内部抗争が勃発しただろうな。そして精神的恐怖もあったぜ。生と死の境目で働いている船乗りだから、とても信心深かったんだ。伝説や迷信にもこだわるし、ひいてはジンクスに敏感。そこ知れぬ大海原からは、いつ巨大なクジラやイカやタコの化け物が浮上してくるかも、知れないからな。今ほどいろいろわかっていないから、本当に海は未知の世界だったんだね。生活している場所はどんなところだったの？船乗りたちの生活空間の船室は狭く、板張りの簡易二段ベッドは肩幅ギリギリで、膝を伸ばしきれないほど窮屈、いわゆる沈め状態でくつろげず、天気がいい日には甲板で過ごした方が快適だったそうだぜ。そして船内の掃除など滅多にしないし、洗濯と風呂は雨の日に甲板に出て、
服をタオル代わりに済ませてしまう不衛生さで過ごしていたんだ。問題が起きてなくてもそんなに過酷だったんだ。食料補給のために帰港した時ようやく気晴らしができるわけだが、この時に出港した時にはいなかったはずのネズミが積み荷に紛れて、乗り込んでくることもあるから、たとえ新しい船の食料倉庫でも、すぐ不衛生になってしまうんだ。船の上での楽しみはなかったの？最後の晩餐ならぬ、最初の晩餐だな。出港した日の夜なら、普通は天気も波も、穏やかだろ？そこで経験豊富で気の利いたキャプテンや航海士の中には、星降る月夜の甲板に全員集合させ、この一夜のためにだけ別に仕入れていた。生鮮食品で自己紹介を兼ねて、これからの航海の無事を祈る晩餐会を催す人たちもいたぜ。生肉や生魚の料理を口にできるのは寄港地での一泊とか、目的地に無事入港してからの打ち上げパーティーしかなかったからな。楽しそうだけど、出港した日に一回だけしかできないの寂しいね。どれくらいの船旅になるの？数隻の船団を組んでの航海なら、嵐や事故などない順風満帆でも、片道1年前後、長ければ片道に3年以上という長い船旅だったぜ。そんなにかかるんだ？世界の反対にも1日くらいで行けるようになった今ってほんとすごいんだね。最初の晩餐以降は何を食べていたの？日常食として積み込んでいるのは、塩漬けの肉や魚、豆類、レンガより硬いと評判の肩パンなど、味よりも何よりも、傷んだり腐ったりしにくい、できるだけ日持ちがいい食材ばかりだな。飲み物はさらに大変で、樽に入れた飲料水でさえ数日で飲めなくなるほどの劣悪環境だったから、水分補給はワインやビール、サトウキビから醸造したラム酒などアルコール類だったんだ。大変すぎる。余計喉乾きそう。そしてレンガより硬いパンって何？イメージとしては、自然災害などに備える定番の非常食の一つである乾パンの、レンガサイズとでも思ってくれ。だが硬さが桁違いで、うっかりガブッと思い切り噛みつけば、マジで歯が折れるレベルなんだ。人の頭を殴れば狂気にもなる優れものだぜ。そんなものを優れものなんて言わないでよ。でもそんな硬かったら食べれないよね。鉄製の工具で一口サイズくらいに砕き、ワインやビール、ラム酒などに浸して、食べていたんだ。だがそれは時間に余裕のある時だけで、普通は粉々に、機械くらいにしてから口に入れたんだ。そこまでしないと食べられないなんて。でも意外と美味しかったり、味は？と問われたなら船乗りたちは、上等のレンガの方がうまいんじゃないか？と真顔で答えるようなものだったらしいぜ。できれば餓死寸前になってから出して、もらいてえなとも言われるほど人気のない保存食の一つだったんだ。味より日持ちするものって言ってたけど、本当に味は二の次だったんだ。そこまでのものなら、簡単に腐ったりしなさそう。それでも長い航海のうちにはネズミにかじられ、湿気も含んで傷んだり腐ったり、挙句はうじが湧くこともあったらしいぜ。このパンでこれだから、他の食材はもっと早く腐り始めただろうな。出港してから1年前後で、塩漬けの肉や魚でさえも腐臭が漂うようになるが、船員たちは空腹と酔いに任せて飲み込む他になかった、と伝えられているぜ。船旅の過酷さがよくわかるね。食べるものを腐らないようにしておくのって、やっぱり大変なんだね。そもそも食料保存は、人類史上に最も早く考えられ始めた課題の一つなんだ。歴史学、考古学から推察すれば、日本では縄文時代初期から、そうした試行錯誤が、見て取れるそうだぜ。保存食開発に着手した世界最古の民族は、もしかしたら日本人なのかもしれないな。どんなことをしていたの？魚介類の塩漬けや燻製、乾燥などの工夫にチャレンジしたり、稲作を始めてからは、欲しいという、いわばインスタント食品の元祖とも言っていいほどの知恵を働かせていた、とも言われているぜ。そんな昔からいろんなことをしないといけないほど大事だったんだね。獲物はいつも取れるとは限らないし、冬なんかもあるからな。そして現在では保存食の定番の一つである瓶詰めは、今回の大航海時代初期の船乗りたちは見ることさえかなわず、1804年のフランスで開発されたものなんだ。意外と最近なんだ、缶詰は？1810年のイギリスで開発されたぜ。この時代にもその二つがあったら、もっと快適な船旅だったんだろうな。そうだな、現代ならレトルトやフリーズドライ、化学によって合成された防腐剤や、加熱殺菌などによる真空パック詰めも可能と、目覚ましい進化を遂げているぜ。昔なら夏の半日から一日で口にできなかった豆腐でさえも、賞味期限が最短でも、216日前後持つそうだ。豆腐でそんなに持つんだ？さらには、炎天下で1週間放置しても腐らないハンバーガーや菓子パン、各種弁当まであるそうだぜ。なんでそんなに一気にすごくなったんだろう？現代における保存食の進化は、軍事のうちに最重要とも言っていい必要性に駆られ、
開発されたノウハウが終戦後に一般社会に出回ったものなんだ。戦争によって進化が早まった、と言えるな。ドーピングの話の時も戦争で自動車とか色々発展したって言ってたけど、なんだか皮肉だね。ああ、だが戦争は絶対ダメだぜ。早く平和な世の中になってほしいよ。そして公開で恐ろしいのは、病気もなんだ。パイレーツ・オブ・カリビアンじゃないが、15世紀半ばから16世紀初期には、呪いなんじゃないかと思えるような、病気にかかって亡くなる人も多かったんだ。どんな病気なの？壊血病という病気だぜ。症状は見るも恐ろしいもので、皮膚や粘膜や歯肉から出血し、歯が自然に落ちるんだ。怪我の治りも遅くなり貧血状態となり、適切な治療をしなければ、やがて死に至るんだぜ。怖。それは呪いだって思ってもおかしくないよ。その病気になる人は多かったの？例えば、インド航路を開いたポルトガルのバスコダガマの船団は、4隻の船団に1140名を乗せ往復2年ほどの航海だったが、出航から4ヶ月ほどで、壊血病による死亡者が出始め、飛行した時には、ざっと80名前後も、壊血病によって死亡していたそうだぜ。多すぎる。そんなに亡くなっているのに原因とか対策はなかったの？壊血病はビタミン C が欠乏すると発症する病気なんだが、残念ながら正しい予想がつき始めるのは、18世紀半ば頃からなんだ。そんな後だったんだ。生きて帰ってこれない人が多い理由は、この病気もあったからなんだね。あとは事故もだな。大型帆船だと短くとも1年、長ければ3年以上の航海になると、嵐にも遭遇するし、甲板を洗い流すような大波をかぶることだってある。そうすると沈没はしなくてもあちこち破損したり、船内にも大量の海水が流れ込み、食料が水浸しになってしまうことだってあるんだ。それで食料不足になっちゃうんだね。何も起きなくても塩漬けの肉や魚も時間経過とともに腐っていくから、そもそも食料不足は、慢性的だったと言った方が、その当時の現実には近いと言っていいぜ。海の上なんだし、魚を釣って食べればいいじゃんって思ったけど、そういえば最初、この時船乗りは魚を食べなかったって言ってたよね。どうしてなの？陸地から離れた海で釣れる魚の大半には何らかの毒性があり、人体に有害な寄生虫なども、潜んでいることを船乗りの先人たちの実体験の積み重ねから知っていたそうだぜ。手が空いた船乗りたちは得意の釣りをすることも珍しくなかったが、釣った魚のほとんどはリリースし、滅多に食料にすることはなかったことが、多くの船長の航海日誌からも明らかなんだ。ただ、この魚はヤバい、この魚なら食べられるといった魚の判別が、ある程度はできる船乗りもいたようだぜ。めちゃくちゃ助かるね。他に判別する方法はなかったのかな？釣った魚の腹に銀貨を乗せて、銀貨の変色具合で有毒か無毒を判定したとも伝わっているが、詳細やどこまで本当かは分かっていないぜ。あとは、海上ではなく陸地でのサバイバル情報の、虫が食べている植物とか果実なら、安心して食べられる、という知識で、釣った魚をしばらく放置してハエのたかり具合を観察し、ハエがたかれば食える、という判定法もあったらしいな。いろいろ考えられてたんだね。あれ？でも火を通せばある程度、特に寄生虫とかは大丈夫なんじゃない？当時の大型帆船では、ストーブと兼用のかまどが整備されていたから、腐りかけの塩漬け肉や魚や、豆類を煮炊きして調理することもできたようだぜ。それで焼くのはダメだったの？その仕様は風がほぼなく、船体の揺れの心配がない、つまり不意の火災に発展する心配が、全くない場合に限られていたから、ほとんど実用されなかったんだ。船は常に揺れてるもんね。じゃあ火は使えないにしても、魚が安全かわかる人がいたり、虫でわかったりした場合は食べたんだね。その魚が釣れた場合はそうだろうな。だがそもそも海には、魚がほぼいない。つまり栄養素があまりない海域も多く存在するんだ。毒や寄生虫も血が多いから食べなかったとも言うし、そもそもほとんど魚が、取れず、食べれなかった、とも言えるな。海だとどこでも魚がたくさん取れると思ってたよ。これが霊夢が憧れていた、大航海時代の様子だな。漫画を読んでいる時は、このことを忘れて読むよ。でもこんなサバイバルみたいな大変な航海なのに、みんなよく海に出たよね。いつか自分も船長とか航海士になりたい、とか、一攫千金を夢見て命がけの大海原へ、と果敢に挑んだんだろうな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。